機能を削った家電、2割安3割安もっと安いかもしれません。週刊ビッグハッピー、どうも大子秀明です。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日のテーマはリバースイノベーション、これについてお話ししたいと思います。ご存知でしょうかね、この言葉。今から5年10年前に一時かなり流行った言葉ではあります。何で流行ったかっていうとですね、インドとか中国で当時 GE という会社がですね、ポータブル医療機器というものを開発しました。それが現地で当然ニーズに応えて開発したものなんですけども、まあ、それが中国インドで使われ始めて、気がつくとアメリカ本国とかヨーロッパですね、まあ、そういうところの医療機関にも使われ始めたと。つまりマーケティング、商品企画、ものづくり、まあ、こういうようなものが新興国で行われて、そのものとかサービスがですね、先進国に還流してくるって言いましょうか、まあ、戻ってくる、まあ、もしくは先進国の中に入ってくると、これをまあリバースイノベーションというふうに言われています。このポータブルの医療機器、何かっていうと、まあ、心電計とですね、超音波のスキャナーって言いましょうか、あの骨折部位が分かったりとかするような診断機ですね、まあ、こういうようなものが商品として挙げられたりしています。さらにですね、日本の例も、まあ、全く、まあ、どういうんですかね、あのゼロから始まったリバースイノベーションではないんですけども、皆さんスーパー株ってご存知ですかね。はい、あのホンダが随分昔から作ってるオートバイっていうか、まあですけども、このスーパーカブがですね、実は中国でもインドでも、さらにはインドネシア、タイでも大ヒットしてるっていう事情があるんですね。なぜかっていうと、ちょっとしたガソリンですごい距離が走れると、でなおかつ壊れないと、現地でですね、まあ、たくさんそのコピーする商品が出回って、まあ、なんかホンダとしては困ったみたいなんですけども、その中から一番パートナーになるのに、有望な現地の企業を、まあ、洗い出してですね、コピーを作ってた人たちを自分たちのビジネスに取り込んでパートナーにしたというようなお話があります。これはホンダの一つの成功事例になっていて、一つのリバースイノベーションの例だというふうにも言われています。さて、新興国、皆さん行ったことありますかね。まあ、中国はあるんじゃないかなと思うんですけど、インドですね。中国とインドを足して、約30億の人口がいるというような状態になってきます。まあ、ちょっと30億に今足りないと思うんですけども、27億ぐらいですかね、なってると思います。地球人口が、まあ、75億人ですから、実に 25% から 30% の人口がインドと中国に集中しているということですね。で、両国ともですね、やはりどんどん国民総生産 GDP とかは上がってきているので、まあ、いわゆるその可処分所得なんかも生み出し始めているという状況だと思います。ただですね、まあ、年収といいましょうか、まあ、総所得みたいなものを、先進国つまり日本と比較するとですね、まあ、日本がだいたい400、500万円年間ですねになっていると、まあ、インドとか中国ですと、まあ、5分の1から10分の1というような額にしかまだ成長してきていません。つまりですね、何か物を作って、まあ、物をサービスを作ってその始めようとすると、5分の1から10分の1の値段でないと現地の人は買えないということですよね。なかなかですね、今先進国で開発したものをそういう国に持ち込んで、まあ、攪拌といいましょうか、販売しようとプロモーションしようとしてもですね、なかなかそこのレンジまで、まあ、コストを落とせないし、なかなか現地のマーケティングを捉える、まあ、お客さんを捉えることが難しいと言われているので、まあ、実際はやっぱりその国でですね、現地で開発をするという行為が必要だと言われています。ただ、まあ、考え方の根本にあるものは実はまあポイントがあってですね、まあ、そのお話をしますけども、一番の大事なことは、必要な時に必要な場所で必要な量だけ使うということですね。我々見てください、なんか買いだめたりとか、なんかまとめ買いしたりとか、なんか使いもしないのにとりあえず買う、まあ、所有欲みたいなものがこうあったりするんですね。それは実はこのリバースイノベーションで語る対象国とか成長している国産業で考えると、まあ、あまりありえない
ですね。もっと逆をよく見るとやっぱりシェアという言葉は、まあ、こういうリバースイノベーションの一つのポイントになっているんですね。つまり個人は所有しない、24時間365日持ってたってもったいないよと、使いもしないのにというような、まず価値観があるわけですよ。そうしたら何かそういう高価なものを買ったらそれは貸し出したりとか、本当にシェアというプログラムに乗っけて収入をそこから得ちゃうというような動きも出てくるわけです。まあ、シェアエコノミー、まあ、いろんなところで先進国でも増えていると思うんですけども、お手本になっているのは、まあ、意外とこのインドとか中国のモデルだったりするということです。それからですね、家電関係とか、まあ、パーソナルモビリティというか、まあ、安い自動車とか、さっきのホンダのバイクじゃないですけども、まあ、ホンダのバイクはまあ別として、現地生産の家電とか、そういうパーソナルのモビリティ、ポータブルなものって自転車とか含めてですね、やっぱ壊れやすいんですね。でこのあたりのビジネスサービスモデルも先進国とは随分違います。まあ、どういうことかっていうと、壊れて当たり前と思ってるんですね。壊れて当たり前なんだけども、すぐにリペア修理できるチャンネルがあるということですね。壊れたらですね、すぐに電話かけると、電話かける先側もきちんとリストアップされていて、そこに電話をかけるとですね、リペアパーツがもうそこにはあってですね、翌日には修理をしにその業者が入ってくると。まあ、当然お金かかるんですよ、高いんですよ。まあ、下手するともう一回家電を買って買うぐらいのコストがかかるケースがあると聞いてるんですけども、それでもですね、そのサービスに価値があるっていうか、そのサービスをしてくれる家電を買うんです。だから家電そのものっていうよりは、そのサービスもひっくるめたところに、まあ、ビジネスがあるという考え方ですね。まあ、ですから日本ですと徹底的に品質を作り込んで壊れないようにして、でお客さんが持っていることを誇りに思うようなものっていうのを、こう企業としてはどうしても仕込みたくなるんですけども、新興国はそうではないと。まあ、壊れても仕方ないねと。だけど壊れた時はすぐに直してよと。ずっとエアコンとか洗濯機とか冷蔵庫とか止まったものになると困ると。だから今日壊れたら明日には直るようにしてくれ。面白いですよ。だからモーターも変えられたりとか、ポンプも変えることができたりとか、まあ、だからリモコンとかもほとんどついてなかったりとかして、まあ、なんかその電池制御の基板っていうのもすごく安くできていて、それだけパッパッと変えればもう次の日にはもう動くような状態になるとか、まあ、こういう考え方もこのリバースイノベーションの一つのポイントなので、まあ最近日本でもですね、こう機能を削った家電っていうのが流行ってますよね。他のブランド企業の製品と比べると、まあ2割安3割安もっと安いかもしれません。まあこれも実は中国とか、まあ、インドはあんまり進出してないと思うんですけども、そこで培ったマーケティングっていう力を逆に日本に振り向けて、日本側をもう一回見つめ直そうっていう動きをされているというふうに思います。リバースイノベーション非常に面白いですよ。小さいものも一つのビジネスの出口の考え方なんですね。だから私がイノベーションマップの話もしましたし、イノベーションはあらゆるところで起こる、それは分散だよと、スモール化だよっていう話をしたと思うんですけども、そのお手本はこの新興国にあるということです。もっと調べてみて、勉強してみて、これからインドの人口11億人12億人に届けられる商品開発サービスを開発しませんかということですね。まあ、インドネシアとかも人口多いです。2億人以上いると言われてますし、まあ、これからそのアジア圏、まあ、日本に非常に近いですから、リバースイノベーションのモデルをですね、一つ二つ試してみるというのは、まあ、今日の私のポイントのコメントになります。ぜひですね、皆さんで一歩踏み出してみてはどうかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。登録がまだお済みでない方はぜひ YouTube チャンネル登録をお願いいたします。そしてコメント欄への記入もお願いします。ぜひ双方向のコミュニケーションをしていきましょう。大光秀明がお届けしました。どうもありがとうございます。